すごい美しい香水のような入れ物に入っております。はい、皆さんこんばんは。かすみクラブのお時間です。はい、今日はなんと珍しいウイスキーを手に入れました。その珍しいウイスキーというのはこちら、じゃん、フロムザバレル。なんとすごい美しい香水のような入れ物に入っております。おしゃれですね。でこちらアルコール度数が 51% と、まあ、高い方で、ハイボールで飲むのがおすすめらしいです。で私詳しくないのでホームページを見ます。再貯蔵マリッジから生まれる重厚な味わいとく豊かに広がる香り。フロムザバレルは熟成を得たモルト原酒とグレーン原酒をブレンドを、さらにもう一度樽詰めし数ヶ月ほど再貯蔵。この再貯蔵はマリッジ過去結婚と呼ばれ、まさにこの間個性の違うウイスキーは結婚したかのように深く馴染み合い、調和の取れた美味しさが生まれます。なるほど、要するに何マリッジっていう言い方でこうおしゃれに変えてるという いいですね。まあ要するに嫁と旦那が結婚し、初婚から日々生活をしていき、長年にわたり違う男と女が、だから同棲から始めて長く、やっと結婚したよっていう感じだね。きっとそうだよね。再貯蔵された多くのウイスキーは瓶詰め前に割り水によってアルコール分 40-45% 程度に調整されますが、フロムザバレルは割り水を最小限に留め、アルコール分 51% に設定。骨太な飲み応えとともに再貯蔵かっこマリッジで生まれた濃厚にして繊細な香りと味わいのハーモニーをお届けしています。絶対マリッジって言わせたい。再貯蔵がかっこマリッジ、濃厚にして繊細な香りと味わいのハーモニー、また難しいこと言うね。おすすめの飲み方がこれハイボールで、ソーダに割り負けしないのが特徴。多少ソーダの比率が多くても香味のバランスは変わらずに保たれ、割ることでさらにこのウイスキーが持つ香りやコクを感じられます。アルコール分 51% ということもある。ウイスキーとソーダの割合は1対 3.5 前後がおすすめ。もちろんお好みに応じてそれ以上のソーダを加えても構いません。一口ごとに厚みのあるコクと香り、余韻の深さを感じさせる味わいハイボール。すごい深いね。これは割り負けしないように濃く作られたんですね。この要するにこんだけ濃く作ったからよ、香りやコクを楽しめよっていうことですよ。よくわかんないのがボトルデザインのコンセプトはウイスキーの小さな塊。ちょっとよくわかんない。あ、わかった。こう塊みたい、飴みたいに、こう塊みたいな、お、塊ってこう、そういうことね。はいはい、わかった。かっこいいね。っていうか香水みたい本当に。飲んでみましょう。唯一うちでおしゃれなグラスで、これ入れづらいね。ここが垂れそうじゃない？こうやってやんないと。これちょっと考えがたいんじゃないですか。この一滴でさえももったいないでしょ。いくらすると思ってんですか？これ考えがたいけど、ウイスキーの香りがすごくいい感じです。私の入れ方が。考えがたいんじゃないですか。小さな塊をコンセプトにしすぎてこぼれるっていう、こう注ぎ口っていいんじゃないですか。考えてすいません。では乾杯。おお、好きな味です。いいね、おいしい。なんかまだ私の口はお子ちゃまなのかな。多分さ、正解なのはマスターとかにマリッジですねって言えるぐらいじゃない。やっぱ私にはこのマリッジさがまだわからないよ。なんかこれがさ、トリスウイスキーだとする、もうこんなんほとんど味しないよね。トリスだとそんなにウイスキーたっぷり入れてるわけじゃないのに、このぐらいのソーダの量でちゃんと味を感じれるっていうのは、なんか濃厚である証拠じゃないですか。商品説明欄に書いてある骨太な飲み応え、味がしっかりしてるよってことだよね。これおしゃれやから瓶だけ取っとこう。かわいい、女子受けしそう。お酒好きな女の子にプレゼントしたら喜ばれそうな形だね。はい、じゃあこれと飲み比べしてみます。どれだけ
違うのかっていう。入れすぎたね。単純に入れすぎたよね、これ。こんなもんかな。なんかさ、抜けそう。この色のさ、濃さの違いって、これ人それぞれじゃん。じゃあ、まっとりしたら。いただきましょう。乾杯。おぉ、もう、話になんないよ。話になんないよ、みんな。でね、とまりっち。話になんない。こんなん比べちゃダメです。すいません。マジで申し訳ない。こんなバカ舌な私でも、ここにコップ持ってくるじゃん。この時点で違う。ドリスは、この時点でも香りが来ないの。この時点で、香りが来るの。グッ、グッて来るね。グッて来るね。こっちは。じゃあこれから激ハイボールします。ちょっと顔はね、映せないんですけど、目ちゃんとつぶってるので。一応もう一個ください。じゃあもう一回飲んでいい？意外と目とかつぶっちゃうと鼻にならない。うん、これがフロムザバレルかな。もう一個ください。あ、全然違うね。これトリス。いい、焼けて。ああ、やっぱりちょっと最初不安になったけど、私も分かったから、皆さんもっと分かると思います。美味しいね。こっち飲んだ後にこっちなんかもうほとんど味感じないから。はい、ということで非常に美味しかったです。濃厚な味わいでした。なんだろう、なんか説明欄結構大げさだけど、うん、確かに確かにって思える部分ありました。ちょっとまだマリッチはわからないけど、癖のある味わいとかスモーキーな感じではないけど、こうスタンダードなウイスキーとしてすごく香りが豊か。あの、こんな私でもこう香りとか味がはっきり違いがわかるっていうのは感じました。ほんとね、こんなに違うもんなんだっていうか、アルコール度数が高いだけあって味が残るし、氷が溶けても美味しいっていうのはやっぱいいことですね。ということで皆さん、ぜひね、マリッチという小さな塊をぜひ飲んでみてください。チャンネル登録お願いします。